本日は5月11日でございます。朝6時4分の相場解説になります。さっきまでねパン食べてましたお腹いっぱいです。で、今回はですね、ずっと上昇していたものがヘッド&ショルダーみたいなのを描きつつ、こう下落の方に向かうんじゃないかなっていうふうな、ね、結論でねお話し進めさせてもらいましたけども、いまいちちょっと分かんないんですよね。で、慎重にならないといけないところはありますけども、結局は売るか買うかで私たちは利益を出していかないといけないんで、ちょっとこの辺でね、半分山を張って見ていこうかと思っております。それではね、デイリーの方からどうぞ。じゃあ、一日足なんですけども、高値圏に入って、でここで高値圏の更新がまあ失敗してですね、これから下落に向かう、もしくは横ばいに入るんじゃないかなってところですけども、形だけ見るとヘッドショルダーに似てます。大きな下落が起きるかもしれません。ただネックラインがこういうふうに右肩下がりなんで、もし大きな下落が起きるとしても、ここを突き破った時なんですよね。ですので、もうちょっと様子を見なければなりません。4時間単位で見るとどういうふうになってるでしょうか。4時間で見るとこういうふうにね、どういうことかっていうと、上に行ったものが半値戻しぐらいで返ってきてるでしょ、で今この水準に入ってますんで、こっからですね、上の方にグーッと行くってことはなかなかね考えにくいなと思うんですよ。だいたい高値圏で高値更新がまあなくなると下落に入ることが多いんですよね。まあですので、今までの NG とはちょっと訳が違うということで、今回この今見てるような NG にはならないなと思ってます。じゃあどうなるかということなんですけども、それ1時間で出てるんですよ。1時間で見ると、まずね、この大きなボラティリティがあったじゃないですか。その後どうですかね。大きなボラティリティって多分これだと思うんですよ。その次がこれだと思うんですよ。だん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 右側に行くに従ってちっちゃくなってませんか。収束ですよね。で、収束の後って何が起きると思います。移動平均線っていうのは今3本ともこうまとまってる状態になりますよね。で、ブレイクして私は下に行くと思ってるんですよ。で、これがだから半分山なんですよね。山間です、今のところは。ただこれから時間が進むに従って上髭がたくさん出たりとかね、それから下落の兆候が出たりとか、それからフォーメーションがはっきりしてきたりとか、いろいろねあるんですよ。で、ちょっと時間を前に戻すと、移動平均線がここでも収束してますよね。収束した後に下の方に向かってます。で、ちょっとだけ収束してもう一回下に行きました。で、今3度目の収束が入ってるんで、これもう一回下に行くんじゃないかなっていうのが、まあ下落の根拠の一つなんですよね。はい、いかがでしょうか。ですので、いずれにしても今日中にどうこうってことはないと思いますけども、今回時間かかりますね。セルの方に行くと私は踏んでますんで、ちょっとセルで取っていけるようにしようかと思います。まあ今回お話しできるのはこのぐらいですね。はい、じゃあ参考になれば幸いです。で、今日もね、ちょっと厳しいですね。今週利益が取れないかもしれないですね。まあ嫌な予感がします。まあだからこそ、このセルが入った時は追い打ちで、まあ3つとか4つとか5つとか玉を持ってですね、かなり厚みの大きい布陣にして大利益を狙っていこうと思いますけどね。じゃあ以上です。